こんにちは、ブルーホースです。ペトルト 3週目かっちり3週目ちょっと2週目のパート3かなになるのかなをやっていきたいと思います。前回はマーカスで絵を取りに行って終わりという、まあ、すごくシンプルなパートでした。で、今回はカーラと名付けられたこの女性アンドロイドが、このね、ちょっといかにもやっちゃってる、行っちゃってるっていう人の家に連れて帰られて、で、今から、まあ、ちょっとキャッキャウフフの時間を過ごすというところでございます。誰かが覗いている、怪しい。で、トットについていく。トットさんでしたですね。で、なんか調べてみれそうなものは特にないのかな。じゃあトットについていきましょう。まあ、こうやってね、LB を見てるね。仮面、ほら来いって言われてるんでね。あ、Better place to live。過ごすにはいい場所だぜ、ベイベって。はい。ということで、お邪魔します。お邪魔します?修理に出されてたって言われたから、帰って、ただいまって言った方がいいのかな。You do the housework, the washing, you cook the meals, you take care of God damn it, where the fuck's the black gone now? Alice! 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 Oh, there you are. Ah, そこにいたか。That's Alice. Look out. Homework, bath. Got it? Get started down here, then you do upstairs. 1階から付けたら2階を頼む。なんか頼み方はちょっとね、親切というか、まあ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 、まあ、頼むって、まあそれはそれはそんなもんですよ。ということで、じゃあやっていこうか。とりあえずまず、じゃあゴミを手に取る、ゴミ箱を手に取る、ゴミをまとめる。はい、入れましょう。ほいほい。いや、これ分別しなくていいの？一周目の時全然さ、その気づいてなかったけどさ、さらっと、そんなボリューム入るかな。ってか実はなんかこうあれだよね。なでたらいいの。多分アメリカっぽいっちゃ、あれ？そのゴミ箱のサイズの中に全部入るのか。そんなすごいのか。I'll bring it tomorrow. 明日届けるよ。何を？分別しなくて大丈夫なの？あとさ、なんかとりあえずピザ頼むよね。なんか頼むのものがわからないってなった時に、なんかそんな気はする。じゃあ手に取りましょう。はい。あ、すごい。あんなのあるんだ。TV on. 気づいてなかった。ん？クレジットカードアプリケーションフォーム。わー、なんかすごい請求が来てるね。347ドルやってる。で、右下に100、じゃあ500ドルだね。ちょっと待って。よく見えないけど、消費税でほぼ半分いってんの ?153 ドル。こっち上はアカウント。1046ドル。かぁ、なんちゅう支払いだ。はい。まあ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 、いやいや。違うよ。はい、OKOKOK。で、これも渡しましょう。はい、開けて。まずはゴミの殻付け終わり。お、なんか誰かいる。お、誰かいるじゃん。よう、バス来たね。ちょ、このまま連れてってくんない？って。見えない壁に阻まれてる。まあ、見えてる壁なんだけどさ。じゃあ行こう。で、もう一回家に戻って。あ、ちゅちゅ。OK。なんか全体を映してる。ふざけやがってる。どうした？違う。どうしたの、アリス。あれ、そんなところに入るシーンなんかあったか。狭いところが好きなの。俺と一緒じゃん。俺もなんかね、小さい頃とか、親父がパソコンとかを使うのに使ってた、なんだろう、部屋の狭いところで、机の下とかに潜って、なんか本とかね、読んだりとかゲームをチャカチャカしたりとかっていうのがすごいなんか好きだったな。壊れてるってことは手洗いをしなくちゃいけないね。処理中部品発注はしたけど、とりあえず今日のところは自分でやらなきゃいけないと。で、今思ったらあれだね、カーラって化粧バッチリしてるね。アイシャドウっていうの、化粧ちょっと全然詳しくないからあれなんだけど、キリンがいる。
ものすごい量あるな。これ全部連打するんだっけ。いや違うよね、あの気づいたら終わりのパターンだったんだけど、ね、そうだね。うわー見てる、一緒にやる、お手伝いしてくれるなら喜んでやる。知らん、アリスの好感度は上がっている。おお、ありがとう。家事って大事だからね、本当に。やっぱりね、あの家事ってなんて言うんだろう、できないよりはできた方がいいよ。あの自分で家のことコントロールできるっていうのはね、まず間違いなくすごくいいこと。カーラ、Yes, Dad. Bring me a cold beer. ビール持ってこい。はいよー。たく、なんで怒ってんの？ねえねえ、なんで怒ってんの？教えて。怒ってる理由は？ビールを持ってきてって頼んでさ、持ってこなかったらさ、怒るのはわかるけどさ。はい、飲め。ガスバーナーをなんで家に置いてんだ。Out of the way for fuck's sake! I'm sorry, Todd. 二度としません。あ、怒られた。怒られちゃったということで、じゃあ。We made a good start down here. 違う違う違う、まだ終わってないよ。Do what you have to do, but stop bothering me. 終わってないっちゅうの。そうそう。あ、侵入禁止。トットが、あれ？全然掃除終わってないけどいいのかな？あ、閉まった。中庭に行くっていうねやつをやりたかったのに、2階に行くことになっちゃったよ。あ、これこっちから行ける？行けないよね。やっちまったな。まあそういうパターンもあるよね。ということで、2階に行こうと思うんですが、なんかまだあるね。これ、あ、これはもう読んだね。アンドロイドがなんかあのスポーツで超活躍みたいな。なんかあの1球団1体まで OK みたいな、そんなあれだったな。アリス、おしゃべりしよう。ほい。よう、アリス。その子の名前はなんて言うんだい？ That's a pretty cool. かわいい人形だね。What's its name? 名前はなんて言うの？教えたくないのか。おばちゃん、すごく知りたかったんだけどな。何の話や。最高。やっちまったな、ごめんなさい。ま、ちょっと、また、なんか、機会があればどっかでやろうと思います。ということで、まずはトットの部屋のね、掃除からやっていきましょうか。相変わらず汚い。そしてもう、あらゆるところになんかもういろいろと、ねえ、ぶっ散らかしてるけどね。この後出したものをしまうっていうのが、できない人はできないんだろうな。元あった、場所にさ、その出したものをさ、からつけるっていうだけっていうのが、やっぱできない人はできないんだよね。あれがそのなんだろう、個人的にはすごい不思議だなって思ったりするんだけど、できる人はできるというかさ、元の場所に戻すって当たり前のことだと思うんだよね。うん、抗うつ剤。あれ？ちょっと待って、しれっとさ、ちょっと待って。あの、しれっと危ないものがあったよ。トットの、まあ、いいや。はい。あ、もっと、そのトットの机周りとか、すごい掃除してた気がしたんだけどな、一回の。うん。あ、すごい綺麗になった。あ、アリス。OK。食べかけのポテトチップスが、もうそこら中に散乱してるな。酒めちゃめちゃ飲んでるしね。いやー、でもいい部屋だな。こんだけ広い部屋に住めるんだったら、もうなんか喜んで、なんだろうね。あの、なんて言ったらいいんだろう。で、あ、テレビはつけなくて OK。換気しましょう。ほい。もう心置きなく筋トレができるよね。羨ましい。からつける。あー、クレジットカードとかのあれかな。あ、なんか落ちた。はいはい。なんだ。新しいアンドロイドの雑誌かなんかかな。広告か。私買い替えられるのかしらって。でもなんでカーラを選んだんだろうね。だってアリスという娘がいて、お母さんが似てたとかかな。うん。改めてそのカーラをなんで選んだのかっていうのがすごく気になるね。で、あともう一個気になるのがこいつよ。こいつ。何これ。あとね、デトロイトクリムゾンシャークスって何のあれだろうね。なんかのチームなのかな。まあまあいいや。で、掃除終わりました。で、トットが出てきた。邪魔だ。セクハラです。
You touch my pie! You touch my pie! You touch my pie, pie, pie! ひらめ。はい。ゴシゴシ。ゴシゴシ。2階にしかトイレがないんだね。それちょっと行くのめんどくさいよね。で、続きまして、お風呂掃除かな。浴室からつける。よくもまあこんな倒したままでね、水垢がついてすごい嫌だと思うんだけどね。はい。これはいつかその洗濯機のところに行くのかな。で、洗濯機入れて、鏡。今日も私は可愛い。注目。どこに。すげえくだらないことばっかり喋ってる気がする。もうちょっとなんかためになること喋れたらいいんだけどね。まあこんなね、そのゲーム実況見ながらお道徳の話なんて誰も聞きたいと思わないと思うから、それはいいんだけど。さて、お風呂も綺麗になった。床モップがけっていうね。じゃあ最後アリスちゃんの部屋を掃除しましょう。よ。I just want to tidy up your room. お部屋の片付けさせてください。I only need 2 minutes. 2分で終わるから。本当に2分で終わる？アリス・イン・ワンダーランド読みつけてたら2時間経っちゃうかもしれないよ。Of course. アリス、お、え、もうこんな親密になるっけ？踏まないようにまたいで、あとは殻つけるものは、あ、なんかある。手に取る。それ触っちゃダメとか言われないかな？中身は何かしら。開けようと思っても開かないわね。アリス何も言わないんだ。自分の宝物とか結構あるんじゃないのかな。見る。んーと、あー、あれだね。あの人がいない時に動き出すおもちゃたちってやつだね。どっかのトイストーリー。ベッドからつける。あれでもそんなもんか。とっとアリスからつけた。ベッド整えて部屋を換気する。あ、そんなもんか。オッケー。じゃあ窓を開けましょう。ん？なんかロック解除したね。でも特にあれだね。で、最後ベッド整えたら、終わりってところかな。うん。右上にすげえチュートリアルって来てるんだけどね。はい。オッケー。ホテル並みに綺麗にしてくれるよね。で、再びかがんで、ちょっとそろそろさ、お願いしようかな。I know I'm still live here, but they erased my memory. 何のお願いだったんだろうね。私が前のこと思い出せるように。Give me some advice. よかったらあなた手伝ってくれる？まずじゃあ母親は？めっちゃ傷口えぐるような質問だな。そりゃそうだな。じゃあなんで私の名前をカーラにしたの？カーラ。カーラ。It's nice. いい名前。おう、ありがとう。何からつけた？無口なんやな。You're very quiet. もっと喋ってくれるかな。 I hope I don't scare you. お、あー、嫌がられた。もううざいよーって。あー、何？あ、どうも、なんかくれた。ありがとう。何？お豆ちゃん。なるほど。あれ、これ見れてたっけ、もともと。まあいいや。じゃあこれを見ましょう。トットから新しい指示を受ける前に、私には大事なミッションがあります。オープンザウィンドウ。なんかすげえトット若いね。四つ葉のクローバー。いや外に出さないで、すぐ片付けられるようにしとこうぜ。トットとアリスっぽくないよね。アリスの顔めちゃめちゃあれやん。まとめて後で片付けるのちょっと大変で。あ、ニコってしてる。え、これてか DV でも行ったのかな。あー、なんかそんな節があるよね。で、アリ、カーラを連れてきたのが、あ、奥さん。あ、だけど壊しちゃったと。なるほど。壊して、アリスが泣いてるというところね。その記憶を取り戻すと。じゃあ戻しましょう。まとめて。この鍵は、だからこれ鍵をね、かけてるってことは、
やっぱりトットにも見られたくない代物だからっていうことなんだろうね。うん、お前俺のことをうんぬんかんみたいな。じゃあちょっと指示受けに行きましょう。尺だけど。なんだ。ああ、そっかそっか。何してる。遊んでるの。遊んでる。I know what you're thinking. どう思ってんだろう。You think your dad's a loser? 親父はクズだって。Loser? 仕事もね。Can't get a job? 会社もね。負け犬だってな。Don't you think I tried to make things work? 俺だってこれでも努力はしてんだよ。But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! だって誰かが邪魔すんだよ。You hate me, don't you? 俺には分かってんだ。 Say it! さあ、You hate me! 憎いんだろ。憎いとか、なんでそう思い込むのか教えて。教えて分かる。俺は何してんだ。 I'm sorry. ごめん、アリス。 I'm sorry. 許してくれ。 I'm sorry. ごめん。 You know I love you, don't you? お前を愛してる。 You know I love you. 分かってるだろ。全然分かってなさそうだね。こっちに助け求めてるもんね。 Help! いやー大変だねー。あー全然なんか解除したようで解除できてないかもしれないね。あでもなんかいろいろ解除できたらかな。カーラが銃を見つける。おお銃見つけた。でカーラが下に降りる道に気づく。で、あそう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 。であともう一つがその中庭がね、残念ながらね、ちょっとね、中庭を見るっていうのがあったんだけど、できなかったので、はい、ちょっとすいませんでした。ということでね、まあ、とは言いながらも、新しいものを解除して、解除したらやっぱこうなるんだね。うん、今気づきました。あの、1、2では、そういうのがなかったもんですから。はい、ということでね、本日のパートはここら辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。